さあチュピコムスポーツ&ライフ、今回はですね、まるごと北広島町と題して北広島町の魅力を1時間にわたってお送りしていきたいと思っております。はい、まずはスポライらしく北広島町のスポーツからご紹介したいと思います。いいですね。北広島町のスポーツといえば、はい、やはりドンキタですよね。ドンキタ、あ、そりゃそうですよね。ドンキタ、ドンキタ知ってます？もちろんこのやつですよ。んドンキタ、タツコさん何か分かりますか？これ羽織だ。あ、衣装も相まってでも近いです。新年明けましておめでとうございます。チュピコムスポーツ&ライフ、水曜日 MC の中島浩二です。本年もよろしくお願いいたします。さて、今私は北広島町の豊平総合運動公園に来ています。冬は主に豊平ウイングアリーナで活動しているどんぐり北広島ソフトテニスクラブ、通称はドンキタです。こちらが選手の皆さんですけれども、日本の女子テニスクラブ界の中だけではなく世界でもトップクラスのクラブです。潜入してみたいと思います。それでは行ってまいります。どんぐり北広島ソフトテニスクラブ、愛称はドンキタ。日本のナショナルチームや世代別代表選手を多数輩出する日本トップレベルの女子ソフトテニスクラブです。チームを率いるのは中本雄二監督。 NTT 西日本広島ソフトテニスクラブの総監督として多くの日本代表選手を世に送り出し、2010年のアジア競技大会では女子代表を率いて史上初の女子団体金メダルの獲得へと導いた凄腕監督です。しかし企業スポーツは業績や景気にクラブの存続や運営が左右されてしまいます。中本さんは選手が安心して練習できるよう当時の所属選手たちを引き連れて北広島町でチームを発足。日本初の地域密着型ソフトテニスクラブが誕生しました。ソフトテニス界では地域密着型のクラブっていうのは初となりますけれども、まあ誰もやったことがないんで、よし、じゃあ誰もやってないんだったら一番にやってやれ、ここに移住をして今地域のあったかい応援をもらいながら選手も本当に心から頑張って結果も出してもらってます。指導する上で大切にされていることって何ですか？もう一言で前へです。人生もテニスも前に行かないと勝てないんですよ。昔はソフトテニスは前衛後衛という分業制でどうも疑問感じ取って、前に行ってスマッシュとかボレーした方が絶対に決まると、誰もやってないんだったらよし一番にやろう、今から人生生きていく時にね、辛いことや苦しいことがあって後ろ向きになるんじゃなくて、辛い時でも一歩前だ、前へっていうのはうちのチームのモットーです。いきなりですが達川さん、はい、テニスとソフトテニスの違いって何でしょうか？テニスと公式と軟式の差だけですよ。公式と軟式の差、もっと言うと、もっと言うとソフトと、いや、ソフトと公式の差でしょ。はい、そうなんです。今出てきましたが、ボールの柔らかさが違うんです。ソフトテニスも同じくゴム製ですけれども、力いっぱい握れば押しつぶせるくらい柔らかいんです。このボールの特徴を最大限に生かしたプレーがボールのバウンドを変幻自在に操るカットサービス。切って切って切り刻む切れ味抜群のカットサービスで世界を制した高橋ノア選手。さあ、そんなソフトテニスならではのカットボールに中地さんが挑戦します。カットボール、カットボール、今カメラやっちゃうかなと思った。すごい曲がるね、キャン。こっちか、うわ、こっちか、うわ、うわ、難しい、これは、うわ、こんなに曲がりますか？この辺、うや、この辺、うや、これがね、ソフトテニスのカットサービスという技なんですが、もうバウンドさせたらもう無理だね、これ。すごいですね、バウンドし、しぎわを叩く、しぎわを叩く、うわうわ、
弾まない。もう真横、真横に持ちます。でボールを乗せます。乗せます。でそのままもうここあるまんまやるってこと。はい、本当にカットしましょう。ここにこう構えといて、おいおいおい、取れましたよ。おいった、スライスやのフックしてる。いった、ナイスサーブです。どうやすごいアスリートって感じで何でもできますね。好きな食べ物がマックなんですけど、アスリートとして大丈夫なんですか？ここに来てたらあんまり食べる機会が、本当に近くにマックもないし、はい、好きな芸能人は前田ゴードン。めちゃめちゃかっこいいなと思いまして、魔法が使えるならゴードンに合う。ルーティーンでバケットで型抜きってあるんですけど、あ、やっぱうわめっちゃ柔らかい、ここまでしか行かない。応援してくださるたくさんの方に恩返しができるように、いいご報告ができるように、これからももともと頑張るので応援よろしくお願いいたします。魔法が使えるなら美味しいものをたくさん出して、そしてみんなで食べるっていうところが僕気になったんですけど。家族が多かったんで、はい、1人っていうのがちょっと、どれぐらいの家族だった？兄弟が5人いて、おじいちゃんおばあちゃんとかもいたんで、はい、感動を与えられるようにこれから頑張っていきます。ここに来る前は高校の体育の教員をさせてもらってました。なんかみんなとワイワイして楽しくありたいので、チヤホヤされたかったですね。いつも5000円ありがとうございます。どんぐり北広島はやっぱこういうコロナ禍で大変な時期ですけど、少しでも皆さんに元気と勇気を与えられるようにみんなが頑張ってます。また私たちのプレーを見て元気になってもらえれば嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ドンキタの皆さん、今年も北広島町から元気を届けてくださいね。